新潟県立自然科学館。新潟県立自然科学館は、新潟市中央区、女池南三丁目にある、新潟県立の科学館、財団法人科学技術広報財団、株式会社コングレの共同事業体、サイエンスフューチャーグループが指定管理者として、運営管理を行っている。多彩なファンタジーサイエンスに、見て、触れて、操作して、遊びながら、 科学に対する興味を喚起できるように展示設計された本格的な参加、体験型の大型総合科学館。鳥屋の関湖畔に位置し、館内の展示は自然の科学、生活の科学、不思議な広場、新潟県の移り変わりの4つの分野に分けられ、自然科学を総合的に理解できるように構成されている。このほか、日本海側最大級のプラネタリウム、 実物体の恐竜が動く、毎朝裏劇場、迫力ある、立体映像が楽しめる、バーチャルリアリティ劇場、科学館オリジナル二足歩行ロボットがいる、生活を豊かにするロボットなどがあり、さらに館内では、様々な実験、実演を行っている。屋外展示場では、ソーラーカーの乗車体験、西洋の古城をイメージした太陽の城、ロケットやヘリコプターがあり楽しめる。 また広い花木園もあり自然観察や散策にもことかかない。屋内の展示品が多いので天気を気にせずゆっくりと学びながら楽しめる。エントランスホールには科学のモニュメント、カラクリン生命球が展示してある。建設当時、新潟県政に対する県民ニーズは多様化し、物質的な面だけでなく精神的な充実感も求められる時代になっている。新潟県では 魅力ある郷土建設のため文化社会開発など諸施策の展開を図っていたが、とりわけ青少年の創造性を育む施設の充実に努めていた。このような背景の中で新潟県が立憲百年を契機に建設した県立自然科学館は時代を担う青少年が科学を正しく理解し心豊かで創造性に富んだ社会人として 立派に成長することを願って作られたものであり、当県の同種文化施設の中心的存在として位置づけられるものでる。地球は銀河宇宙の中にあっては、ほんの小さな存在に過ぎないが、そこに発生した人類は、大昔から果てしない宇宙に対して、限りない興味を持ち続けてきた。そして、科学の著しい進歩は、今、宇宙の道の扉を少しずつ開き始めている。 このコーナーの中央に浮かぶ太陽系模型はパイオニアやボイジャーなどの探索機の成果をもとに作成したものである。私たちを惑星空間へと導いてくれる。絶えず姿を変化させている地球を紹介している。このコーナーの中心に展示してある2.4メートルの大地球儀は陸地のみでなく海底地形の複雑な構造も見ることができるものである。その他、 各種の岩石鉱物の実物標本も展示している。新潟県内には3億年以上昔の岩石や化石が残っている。そのような太古の時代から現在に至るまで、新潟県も様々な環境下にあったことを紹介している。このコーナーでは、県内で採集した化石を中心に、野尻湖の発掘で有名となり、県内でも発掘されている。 ナウマンゾウの異様を見ることができる。そして、過去の新潟県の様子を知ることができる。新潟県は、長い海岸線と多節の山岳地帯に囲まれている。そこには、商用樹林から、ブナ林まで、地域により様々な植生があり、それにつれて、住む動物も、それぞれ変わっている。また、海では、暖流や冷水海の関係から、 南方系の生物も北方系の生物も見ることができる。ここでは県内からいくつかの地域を選び、そこに生活する生物を標本やパネルで展示し、紹介している。うなばやしでは四季を通して様々な生物が暮らしている。うなばやしは強い日差しや風雨を遮り、きれいな水と食料を提供したしたような生命を育んでいる。ここでは、 新潟県村上市に分布するブナから、雪椿群落をモデルとしたオープンジオラマを使い、ブナをはじめとする、ブナ林の植物群、そしてこの中でブナ林と深いつながりを持って、生活してい,い動物たちを紹介しる。肉眼では観察できなかった生物の体の仕組みも、科学技術を使うことにより観察が可能になる。そのことで、今まで見えなかった生物の世界を知ることができる。 この展示を通して生物の世界を探求していこうという意欲が湧いてくることを同感は望んでいる。科学の目には虫眼鏡の世界、鳥屋の方の野鳥、野外探検図鑑、光学顕微鏡の世界、電子顕微鏡の世界のコーナーがあり、超ミクロの世界から超望遠カメラで探る世界までを体験切る。中でも電子顕微鏡は 県内では初めて一般の人が自分で操作できるもので立体的で高い倍率の画像を観察することができる。また、二つのシンボルがあり、科学の目を象徴する。水レンズは順路の最初に導入シンボルとして、DNA は生命の基本となるものとして中央部に空間シンボルとして設置されている。電子顕微鏡の脇には大画面、テレビシアターも備え、 各コーナーの映像を大きく映し出すことができ、迫力のある生物の世界を観察することができる。およそ2億4700万年前から始まる、中世代に、その後1億5000万年の長い期間、地上の動物の中で栄え続けたのが恐竜である。その得意な体型と大きな体、多様な種類、さらに、すでに絶滅してしまったために解明できない。 神秘性と恐竜には私たちの興味を引きつけるものがたくさんある。近年、日本での恐竜化石の発見の報告や、世界各地での研究から、恐竜の進化や生活の様子、恐竜が生きた、中生代に関して様々な情報が得られるようになった。このような恐竜研究の資料や化石をもとに、新しい恐竜像と中生代の環境について紹介する。 2011年4月から公開、鉄道車両などが保存されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。